石橋貴明お礼参りザワールド4週連続ぶち抜きスペシャル、ぶち抜きスペシャルザワールド、アベマ石橋貴明マンスリー、今回はなんと4週連続ぶち抜き企画、テーマはお礼参り。芸能人として日本人として最も大切な感謝の気持ちをクローズアップすると、一番いいとこ見れなかったんですよ。決勝見てないですか？決勝見れなかったんですよ。ウィーク1の今週は緊急渡米、野球尽くしの1時間。ウィーク2はみやぞんが恩人2人に感謝のおもてなし。おい、全然話聞いてねえだろ。聞いてます。ウィーク3は関東お笑い界の巨頭2人が緊急対談。俺だけも入ると思ってた。あん時、あ、トンネルっていいコンビなんだな。もう二度と大谷翔平と野球やらない。ウィーク4は WBC で日本中を感動させてくれた栗山監督に感謝。豪華すぎるラインナップでお送りするプレミアムな1ヶ月、石橋貴明お礼参りザワールド4週ぶち抜きスペシャル。ウィーク1は日本を飛び出し、いきなりニューヨークへ。そこにはめったにお目にかかれないスーパースターが。ということで、今私がいるのはニューヨークタイムズスクエア。来ました。新宿じゃないですよ、ニューヨーク。ありがとうを極めるということで、あの方に感謝の気持ちを伝えるべく、ここニューヨークにやってまいりました。じゃあ早速ある方に会いに行きましょう。摩天楼のど真ん中でありがとうを極める。一体そのお相手となるのは。